こんにちは、ライムです。はい、ということで今回はラビリンスダンジョン毒属性新ガチャ性能解説していきたいなと思います。はい、ということで、毒属性に重きを置いたガチャというのは、今回で2回目かな。前回が純白オーディンの、毒属性追加されたタイミングで、新規装備ってことでキスティスだったり、ここにいるレイラだったりね、その他シーフだったりとかまとめて追加されたんですけど、今回は毒ガチャ第2弾ということで、ラビリンスダンジョンなんだよね。純白オーディンよりも圧倒的に難易度が上がった現状で、今ね、純白オーディンの時と違ってデュアル覚醒があるんですよね。といったところで、この辺の D 格をゲットすればラビリンスダンジョンも、それなりの難易度に落ち着くよっていうことなんでしょう、きっと。はい。で、今回復刻装備も含まれてはいるんですけど、毒属性はやっぱり全体的に見ても性能的には結構優遇されてる。やっぱり毒属性だからっていうことがあるんでしょう。使い手がとにかく少ないんだよね、毒属性って。マジで数えるほどしかいなくて、で、純白オーディンもあまりのキャラの少なさに物理と魔法ね、普通は全属性、今までの8属性だったら分かれてたんだけど、物理と魔法両方対応できるよっていう仕様だったので、おそらくラビリンスダンジョンも物理魔法兼用になるんじゃないかなって思うんですよ。ラビリンスダンジョン分かれてるもんね、物理と魔法。多分一緒になると思う、おそらく。これで別々だったら鬼畜だからね、さすがに。さすがに鬼畜すぎるので、どっちでも。同じパーティーにキスティスとか、あるいはレイラ一緒にね、入れて使ったりとかってこともできると思います。おそらく。はい。ということで、見ていきましょう。まず、新規の専用アビリティとして、エドが、今までだったらね、3属性のデバフの専用アビがあったりしたんですけど、今回はアタッカーだね。エドガーをアタッカーとして採用したいっていう方もいるでしょうし、今回の D 格によって、デバフだけにとどまらずね、単純にアタッカー、毒属性のかなり強いメインアタッカーとして使えるような D 格も出てきましたので、それに対応できるような専用アビということになります。これはアタッカーとして使う場合には必ず取っておきたい専用アビになってくるんじゃないかな。回転の小切りってとこもいいよね。これは原作ね、FF6 やってる方だったら、誰しもがね、エドガーといえば回転の小切りだと思うんですけど、ゾゾの街だっけ？ゾゾの街で手に入るやつだよね。なんか時計のギミック？時計をなんか合わせると、確かゾゾの街って嘘つきしかいない街で、一人だけなんか本当のことを言ってる人がいて、それがキーになって、時計のギミックを解き明かすみたいなやつだよね。確か。それをクリアすると回転の小切りがもらえるんだよね。簡単に言うとチェーンソーだけど、がもらえるというような感じだった気がする。エドガーはずっともう回転の小切り連打してた気がするわ。そう考えると。はい。では早速性能解説いきたいと思います。まずキスティス。覚醒コールミーキング。はい。これが、今回の D 格はもう完全に毒属性まとい重式。毒しかまとめません。水対応は一切してないという感じになりますので、はい。ただ一応これ毒とその水が含まれてれば一応反応してくれるんで、例えばこの毒属性の D 角打った後に水のシンクロ打ったりすれば一応水属性運用ってこともできなくはない。そこまでして使う価値があるかどうかはともかくね、そういった運用も一応できる。専用アビが両方含まれてるよね。確かね、毒と水含まれてるから。どっちでもいけますよっていうことですね。一応ね。はい。で、内容がモード1が毒属性アビリティ使用時にもう2回放つ。セットした毒属性アビリティを使用するために追撃。バイオフレグランス。どんな匂いだよっていうね。はい。で、この内容が敵単体に発動するたびに威力が上がる5回連続の毒無属性魔法攻撃。匂いで攻撃するっていうね。凄まじいよ、もうキスティスのキャラ付けが。ひどいよね。はい。あと、モード2。毒属性アビリティブースト。毒属性アビリティ使用時にもう一回放つ。毒属性アビリティ使用時に自身の待機時間2ターンなしにする。で、ここがね、ポイントだな。今回のこのキスティスについては。そのモード2にシフトして、もう、モード1が解除されないタイプの D 格になってます。なんで、皆さんのね、好きなタイミングでデュアルシフトして、
することによって、次のね2ターン待機時間なしにできるっていうことで、これは多分立ち回りによってタイミングとは変わってくると思うんですけど、自分のね好みのタイミングでシフトするといいんじゃないかなというところですね。まあ、ただ待機時間2ターンなしになるだけのものなので、火力が上がるとかそういったものではないから、最悪別に使わなくても OK。 ただ普通にめんどくさかったりね、特に立ち回り何も考えずやりたいっていう場合だったら、モード1の連打で全然いいと思う、普通に。でこれセットしたアビリティで追撃が出るということなので、シンクロアビには対応できません、このバイオフレグランスは。このねキスティスのシンクロ毒シンクロがかなり強くて、これ前回のあのね毒ガチャの性能解説の時にも、まあ、結構太鼓判を押した感じがするんだけど、毒属性シンクロ、これレイポイズン、これが左アビ敵単体に待機時間の長い7回連続の毒魔法攻撃、一旦自身の限界突破レベル1アップ、で右アビが待機時間3ターン短縮、毒属性アビのダメージ3ターンアップ第 1.5 倍ですよ。ってことを考えると、これ文面だけ見るとホープ以上の力を持ってんだよね。ホープだったり、まあベインだったり、あれあくまで3ターンね生属性のダメージアップ中だからね。っていうことを考えると、ホープとかベイン以上の力を持ってる。ただベインとかホープはあのレジェマテでダメージアップ中のレジェマテがあるから、総合的には結局ホープとかの方が強いけど、まあでもそれでもホープとベインに並ぶようなシンクロを持ってるんですよ、この人。何気に、ただ毒属性っていう汎用性のなさ、範囲の狭さ、使えるダンジョンがなさすぎるというところで、まあ、なかなかそのね使い手が いないというか、使い勝手があんま良くないシンクロにはなってるんだけど、めちゃくちゃ強い。で今回 D 角が実装されたことによって、これ併用するとね1ターンで3段階、限界突破レベルがアップしていくので、まあ、2ターン目はさらに3段階3レベルアップっていうことになるので、めちゃくちゃ強い。毒属性の魔法キャラの中では、まだねケフカが D 角実装されてないからね、現状の火力で言えば多分キスティスの方が強くなったんじゃないかなって気がするよね。まあ、でもケフカはちょっと ATB 蓄積時間がなしになるタイプだから、単純な比較はできないけど、単純な比較は全然できないけど、まあケフカもケフカでめちゃくちゃ強いしね、まあ二大巨頭ですよ。二大巨頭っていうか、まあ本当に毒属性の魔法キャラなんてケフカとキスティスしかいないけど、まあ消去法で言ってもね、キスティスとケフカしかだけしかねいないので、まあ、そうなってしまうんですけど、でもそれでもその全属性で見たとしても、広い視野広い世界で見たとしても、このケフカとキスティスはめちゃくちゃ強い方だと思うんでね、属性を考えずにね、単純にシンクロっていうか必殺技の性能だけ見るとね、めちゃくちゃ強い部類に入ってくるので、まあとにかく毒属性のダンジョンで苦戦してる方はもうキスティスとケフカ揃いようぜっていうとこだね。あとデバフ役が一人いればもうそれだけで毒属性なんてもう安泰だよね。ド安泰ですよこんなの。キスティス D 角シンクロ、まああるいはチェイン、毒チェインはまあ配布だからねみんな持ってると思うけど、配布チェインに、あとケフカのねシンクロ覚醒セットで、あとはまあデバフ役、まあ全然エドガーでもいいですよ、何でもいいんですけど、そういったキャラを入れてあげるだけで、あとシーフもね、別にシーフアビでね、デバフもできるんで、シーフアビかエドガー入れてデバフしていくだけで、もう毒属性パンの、立派な毒属性パンの完成ですよ。って感じ。なので、まあ苦戦してる方はとにかくキスティス狙っていこうぜっていう感じがしてます。ビンビンと。ケフカは結構持ってる方多いと思うんで、もともとね僕もドリスレのシンクロとか、まあいろんな動画でねケフカについてはおすすめしたりしてるので、ケフカはドリスレで取られてる可能性かなり高いと思いがちだと、復刻された時でもね狙ってる方も多いと思うんで、おそらくそれを考えるとやっぱキスティスとねケフカの組み合わせが作りやすいんじゃないかなっていう気もしてますね。はい。そして次、エドガーの D 角、覚醒オートボーガン。こちらが、変わった点で言えば、モード2だね。
この機甲シアビリティ使用時に敵に毒属性耐性レベルが低いほど効果の上がる追撃ブーストボイスで、こちらもキスティスと同じようにモード2にシフトしたとしてもモード1が解除されません。モード2のこのブーストボイスを打った後にモード1に戻ってくれるよっていうタイプで、このブーストボイスって何なのかっていうと、毒属性耐性に状態によって3段階で変わってくるものだね。で最大で5段階から6段階ダウンまでいってる状態だと一旦自身が毒属性アビリティ使用時にもう3回放つ、クリ率一旦 100% 短時間自身の毒属性攻撃3段階アップ、ぶっ壊れだね。ここだけ読むとね、ここだけ読むと圧倒的ぶっ壊れ具合だね。もう3回別ゲーだよねもう3回は別ゲーだよ。 D 学でようやくもう2回まで来たけど、もう3回は別ゲーだね。でもちろん D 学の効果ももちろんこれとは別に乗っかってくるんで、つまりモード1にこの後戻ってくるんで、飛行シアビリティ使用時にもう5回放つになるもう5回放つはパワーワードだね。もう5回放つんで、であとこれとシンクロを併用した場合ね、シンクロアビ1回目でその後追撃でもう5回放つで6回になる。でさらにその後専用アビなり、まあ自分でねセットしたアビリティまで発動してくれるので確定7回攻撃だね。一ターンの間だけだけど強っさすがに強いね。さすがにここまでやると強い気がするわ。もう7回。なんでまあほんとここぞっていうタイミングでデュアルシフトしてこのブーストボイス発動させてフィニッシュに持っていくみたいな、そんな流れになると思う。まあ、ティーダの場合だとね、確か、D 角でモード2にシフトすると、ダメージ一旦アップ、ダイとかくっついてて、その後、新奥義撃とうぜ、みたいな、そんな感じの、D 角内容でしたけど、こっちは新奥義とかではなく、普通にアビリティだね。アビリティで火力を出していくっていうタイプになってくるんで、まあ、敵のね、状態とかも結構大事で、強式の状態とかね、も結構重要だと思うんですけど、あと、無理やり、もう、嫌な攻撃が来る前にフェーズを突破したい、このフェーズの切り替えをしたいっていう場合にもうこれデュアルシフトして使っていくみたいな立ち回りでも全然いいと思う。この後なんか厄介なね行動キャンセルで状態異常が来るぞっていう行動だった場合ね、もうこれで切り抜けるみたいな、そんな感じの立ち回りも全然ありだと思うんで、まあ強いですよこれは。まあ圧倒的に強いよね。誰が読んでも強いよねこれは。だからもうすべてのなんだろう、すべてのって言ったらさすがにちょっと言い過ぎかもしれないけど、ほとんどのキャラの D 覚醒この手のタイプでいいと思うんだよねマジで。あんま使わないよねモード2って。僕は少なくとも使わないんだけど、この手のタイプだったらまあ汎用性高いっていうか逆に使わなきゃ損みたいなタイプなのでこれ強いよね普通に。はい、なんでこれ当たりだと思います。まあとは言ってもやっぱりこれ毒属性まといの、なんで、まあ、そこら辺だけ注意で、ただしこれエドガーは毒属性アビリティ使用時にもう2回放つではなく機甲子アビリティ使用時にもう2回放つっていう効果なので、その他のね炎属性だったり、雷属性運用でも全然使えますこれ。はい、専用アビ2つあるけど2種類あるけどどっちも対応できて、最悪ちょっとまとえないけど炎属性として運用していくのもあり、でこの後 D 覚醒打って炎属性のシンクロ打つみたいな、そんな感じでも戦っていけると思いますねこれね。はい、なんで一応汎用性はあるよね、エドガーの装備次第だけど、装備次第では全然汎用性もつけることができるんで、それ考えるとまあ割と強めなんじゃないかなっていう気がしますね。ただこのブーストボイスは毒属性耐性の段階に応じてなのでそこだけ注意ね。うん、ただまあ専用アビ連打してる場合だったら問題なくね炎属性、雷属性、毒属性耐性もダウンしてると思うんで、そう考えるとまあ強いか。でその後最後に最初はね専用アビで耐性ダウンさせといて、これもう3回放つの時に回転のこぎりやればいいだけだから、そう考えると使えなくもないけどね、一応ね他の属性でも。はい、
まあそんな感じですかね。あとエドが今回星7チェインが実装されてるんですよね今回。はい、毒絆エドが、これレイラチェインも出てたよね確か前回のガチャでレイラチェインも出てて、まさかの2人目だね。星7チェイン2人持つのは初めてじゃないかな。まあ、今後この方向性でいいと思うんだよね。僕この間の FFRK アンケートの時にいろんなキャラに同じ性能のチェインを持たせてほしいって書いたんですよ。実際これが見たかった。このやっぱりレイラとこのエドガーが同じチェインを持ってるっていう状況、やっぱこれを見たかったっていうのがあって、その方がやっぱいろんなパーティー編成の幅が広がるからね、そっちの方が普通にみんなもやってて面白いと思うんですよね。チェインだったらもうこのキャラって決まっちゃってるから、現状だとね。ほとんど今でこそ割と、まあ、チェインの種類も増えたりとかして、星名のチェインもね、いろんなキャラに渡されてるってこともあるから、まあ、ちょっと個性は出てきたと思うんだけど、それでもまだねチェインの全体のキャラ数から見るとチェインの数少ないので、うん、これが見たいがために僕はアンケートにしっかり書きました。結果、まあ、僕のアンケートが反映されたのか知らないが、まあ、よかったわ。エドガーチェインが実装されましたね。されましたてかされますね。はい、これいいと思う。でエドガーは普通に先ほどから言ってる通りね、デバフができるキャラなんで、やっぱこういう サブアタッカーにチェインが来るっていうのは結構立ち回り上やりやすかったりはすると思う。はい、そしてエドガーのこれ第2覚醒になるのかな。エドガーの装備あんま覚えてないけど、第2か、まあ第2かな。はい、第2覚醒だと思われるチェンジマシーナリーモード2、真摯な国王モード。これ一体何ができるのかっていうと、三属性まとい選べて、さらに一定時間自身の待機時間短縮する、機構者アビリティ使用するために効果の上がるアビリティのダメージアップ、最大中3段階ということで 1.1 倍 1.2 倍 1.3 倍だね。なんで、まあ、簡単に言うと待機時間短縮とアビのダメージ上がるよっていう覚醒になってます。 D 覚醒との相性も割といい方かな。うん、 D 覚醒と併用すると、まあ2段階まといまで持っていけて、なおかつ待機時間短縮しつつ、あのアビリティのダメージ上げられるんで、確定一応4回攻撃になるんだよね。アビで3回、この追撃のトリニティボーガンまで発動してくれるので、まあ、ちゃんと火力も出るので、絶対何が何でもね、あのシンクロもなきゃっていう必要はないですね。一応ね、この覚醒と D 覚醒でさえあればちゃんと戦えるのかなっていう感じはします。はい、そしてまあ、最後のキャラとなりますが、レイラの D 覚、覚醒毒斬り16、覚醒毒斬り16なのか、まあ、FF2 の技は本当あれだよね、独特だよね。はい、で一定時間自身のクリ率 50%、 これポイントなんですけど、レイラの D 覚醒は味方全体にクリ率付与かと思いきや自身なんだよね。自身のクリ率変化、まあ、50% から 100% まで最大ね5段階で変化していくんですけど、えってちょっとみんなここまで読むとえってね僕も思ったんだけど、ポイントはモード2だね。これがクリ率 100% 待機時間短縮、毒属性アビリティ使用するために味方全体のクリティカル時のダメージ一旦アップ、まあクリダメアップだね。これがモード2でくっついてくるんですよ。でなんでって多分ね思ってる方結構多いと思うんですけど、これはシーフの毒属性のシンクロに合わせてるんじゃないかなっていう予想はしてます。シーフのシンクロってどんなんだったかなって思ってる方いると思うんですけど、このガチャの第2弾にあの復刻されてるんだよね、シーフのシンクロが。ご丁寧に、これが味方全体のクリ率 50% にする、で味方全体のクリ率をシーフアビリを使用するたびに変化していく、最大 100% っていう内容になってるんですよ。レイラのね、さっきのレイラに似てるけど、まあ、レイラはあくまで自分自身のクリ率変化、シーフのシンクロは味方全体に及ぶっていうところで、まあ、この辺があの変わってくるかなってとこですね。うん、で、まあ、毒属性運用だった場合には、なんと味方の毒属性まとって人数3人以上いるともう即時 100% までいけるっていう、すげえ強いんですよね。なんで
まあ独属性パーで物理パーで言えばね、シーフとレイラがいれば結構安定なんじゃないかなっていう組み合わせにしたいんでしょう、おそらく。うん、唯一クリ100は行くけどクリダメアップがないから、そのまあ最大火力としてはちょっと出にくいよねっていう悩みに対してのこれがアンサーなんだと思う、おそらく運営からの。うん、ただしモード2なので最大でも3回しか行動ができないっていう都合があるので、クリダメアップも必然的に3回までだね。これ使用するたびに1回だからちょっと使い勝手はあんまり良くないかなっていう感じがするんで、うん、無理にこのレイラの D 角でクリダメアップせずに、ウララとかね、ラーサーとか、まあ、あるいはオーランとかで普通にクリダメアップした方が、まあ、楽に立ち回れるんじゃないかなっていう気がしてます。これは皆さんのやっぱり手持ちとかね、あのパーティー編成次第かなとは思うんですけど、普通にレイラだったら左アビモード1で左アビ連打みたいな、そんな感じの方がいいんじゃないかな。左アビは別に関係なかったけど、うん、普通にモード1で連打してった方がいいんじゃないかなっていう気がしてます。はい、そして最後になりますが、レイラの第2覚醒バイオスプラッシュ、これがツインエレメントモード、毒と水両方まとえるモードだね。はい、そして豪快なアネゴ肌モードということで、水か毒属性アビリティ2回使用時に使用属性に応じた追撃クラウダスプラッシュ、クラウダスプラッシュ発動時にこのアネゴ肌モードを解除するということです。はい、どっちの属性でも使えるってやつだね。で、水属性アビリティ使用した場合には待機時間一旦なし、必殺ダメージ1貯める、毒属性だった場合には敵単体の毒属性耐性1段階だが味方全体の毒属性攻撃バフ1段階、 さらに自身に毒属性まといということになってるんで、まあ、この覚醒だけで一応2段階まといできて、でさらに D 角併用なら3段階までまとえるということで、まあ相性もいいと思う。 D 角とね、 D 角と一緒に併用してもいいし、つなげて使っても OK みたいな、そんな感じの性能にはなってるのかなというところですね。そして一応レジェマテでシーファビリティ3回使用するためにもう1回放つっていうね、まあ無難なレジェマテが追加されております。はい、ということで、まあ長々と語ってまいりましたが、まとめいきたいと思います。今回はキスティスエドガーセットが強いのかなっていう感じがしますね。キスティスエドガー、あのまあ少なくともあの強いとは言ってもやっぱり毒属性っていうところがあるので、汎用性としてはやっぱすごくなあの狭いんだよね。全然汎用性はない。単純に毒属性のダンジョンクリアしたい人が、まあ、引くようなガチャになってるかな。まあもちろんカルディアダンジョンでも使えるんだけどね、カルディアダンジョンではもちろん使えるけど、まあ言ってもキャラも少ないし、あえて毒属性組んでまあいろんなダンジョンやろうっていう気にはあんまならないよね。うん、そういうことがあるので、まあ高難度で言うと、まあこの間ね、属性兵器の毒オメガも出ましたけど、あれは珍しく僕も攻略動画撮ってアニマレンズ交換品だけでクリアっていう動画をアップ しました。なんで別にオメガぐらいの難易度だったらガチャの必要すらないガチャの必要すらなかったりするからね。だからその上ってなると純白オーディン毒属性、純白オーディンの毒属性とか、まあ、あるいは今回のねラビリンスダンジョンの毒属性っていうことになってきます。その辺を視野に入れてる方、 あるいはカルディアダンジョンでねキスティスとエドガー、まあ、その他ねレイラか、レイラの装備が欲しい、これさえあれば勝てそうだっていうんだったら引く価値はあるのかなっていう感じだかね。だからなんだろう、このガチャ、まあ、基本的にはもう何出ても強かったりはするけど、自分が何の目的でガチャを回すかっていうところだね。これは、なんていうか、強い弱いではなく、もはや、何の目的かっていうところで変わってくるんじゃないかな。うん。はい。ということで、皆さんの進行度によって優先度はめちゃくちゃ変わってくるけど、ただ、毒属性まとまってこうやって手に入るガチャっていうのは本当貴重なので、あのまだクリアはしてない、まだ挑める状態ではないけどって人も、あの そこら辺をね含めて考えていくといいんじゃないかな。希少性は かなり高い。これ復刻もなかなかされないと思うので、これどちらかっていうとレイラだったらね、その水属性の方ピックアップされる可能性の方が高いだろうし、まあ、キスティスにしてもね、そんな感じだと思うので、まあ、エドガー3属性だったりするけど、はい、
なんで皆さんその辺をね、皆さんの自分の進行度をよくよく考えてみて、このガチャ引くかどうか考えてみてもいいんじゃないかな。ちなみにですけども、皆さんお分かりの通りね、来月末にはもう年末のフェスが控えているので、その辺まで考えましょう。といったところで今回の動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録ともよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。